私もね、ベルギーにお味噌を作ってました。まあ発酵がね、夏がね1週間しかないような国でしたから、発酵がなかなか難しかったんですけれども、やっぱり日本のこの一度ガーッと熱くなるこの気候がお味噌に適してるというか、で徐々にまたこう四季があってという温度調節が非常にいいんじゃないかと思いますけど、やはり日本に来たら全然美味しいお味噌が作れますね。向こうでも作れましたけど、なんかいまいち、味がうまく出ないっていうのが、出ない状態でした。で、容器にも関係してるかなと思って、まあ、ホーローだとか、プラスチック使ったり、いろいろしたり、それから陶器使ったり、それから素焼きの陶器がいいんじゃないか、呼吸するからいいんじゃないかと思って、素焼きの、素焼きのなんか入れ物がなかなかなくて、植木鉢ね、すごく、まあ、ほとんど素焼きになってますから、やってみたけど、質が悪かったんですね。もう、大失敗したこともありますね。で、日本に来て、もう同じように、今時、樽とかなんか売ってないし、あったとしたらオーダーしかないし、プラスチック使って、まあ、これでしょうがないかなと思って、でも、まあ、ちょっと、ホーローとかも、ガラスとかもやりましたけど、どれもあんまり大差ないので、やってたんですけどね。今、箱屋つねきさんって、木のこだわりの、製品を作ってるところとご縁ができまして、木でやってみたら、もう、本当にね、美味しいのができるようになったんです。それから、ぬか漬けでも、今まで使ってた便利なプラスチックとかやめてみたんですけど、本当に違うんですね。なぜ違うかって、でやっぱり木の中の呼吸する細胞の穴というのが、たとえもう切られた木でもあるっていうことじゃないかなと思います。それでその中には必ずね、私たちの体に何億っていう微生物が共存してるのと同じように、木も生き物ですから、そういう微生物が共存してるっていうことだと思うんですね。これがまず何もしていない木の板です。6ミリのね、これが原材料なので、でこのままだと何しても曲がらないですよね。これに我々はこういう筋目を入れます。でここを見てもらったら分かるように1ミリ以下なんですね。厳密に言うと 0.7 ミリ残すんです。 0.7 ミリ残してもこれだけしっかりしてますよね。でこれをね、80度のお湯に、まあ、大体10分から15分漬け込みます。人間も10分15分お風呂に入ったらこう温まって体が柔らかくなりますよね。そんな感じでこの木も10分漬けてやるとちょっとリラックスして、で見てもらったらちょうどこう木のエキスも出てきて、これだけふにゃふにゃになります。これも一気にやると木もびっくりしてポキッと折れてしまうんですけど、ちゃんと手を添えてゆっくり曲げてあげる。手を添えてゆっくり曲げる。ここ重要で、ちゃんとこう沿わしてね、人間で言ったらこう屈伸する感じですかね。もちろん私も木がいいって思ってましたから、今まで箱屋つねきさんに会うまではね、その辺で買えるたらいじゃない、おひつとか飯台とか使っておりましたけどね、なぜこんなに違うんだろうと、同じ木なのに違うなって、あっちのまあその辺で買ったのは
対して木に入れたという違いを感じなかったのはどうしてなんだろうと思いましたけどね。それは製造過程分かりませんけど、まあ例えばですよ、すごく木に何か化学処理してるとか防虫剤とかですよ、してれば、まあ、木のその持ってる微生物を殺しているかもしれないなと思うんですね。常吉さんのはね、そういうことをしてないとはっきり明言してますし、私も信じることができるので違いがあるのかなと思います。江戸時代は米ぬかか研ぎ汁か、でたわしで洗ってたと思うんですよね。それを今中性洗剤をバッてかけてあげるとびっくりすると思うんですよ。もし地中に中性洗剤があって中性洗剤を吸って大きくなった木だったら、それは反応ね、拒否反応しないと思うんですけど、まず地中にそういうものないですよね。新鮮な水を吸ってたのに中性洗剤かけられるとそれはびっくりして、変色するし変な匂いするしっていうとこですよね。だからもう本当昔のままに戻るというか、それをずっと続けてきたっていうことですね。普通に売ってる押し寿司のサイズが合わないっていうのは、僕ら箱屋からしたらあれでいけるじゃんと思ってたんですよね。でも、ね、おっしゃるようにぴったり合うやつがなかったっていう。だから最初のだから先生との出会いはもう本当に使う人が欲しいサイズ、欲しい深さ、欲しい厚みっていう、これが箱屋として、ね、大事だなと思って、ね、既製品でごくごく作るんじゃなくて、手間がかかるっていうよりか、一手間かけようよっていう、かけることによって逆に気持ちが豊かになるはず、ここをずっと訴えてるんですよね。やっぱり大事にして大事にして使って、器も育て、でその料理で、自分たち子供を育てとしてる方が多分心が豊かになるじゃないかなと思います。せっかく40代頃の仕事 の成果も出て社会的地位も得た頃に、自分が取り返しのつかない病気になってるって方があまりにも多いので、本当に残念だなと思うんですね。ですから私は家庭に入ってればいいという考えじゃないんですが、キッチンっていうものをもっと家族の中では一番大事な場所というふうにね、キッチンの復権というか言っていきたいなと思ってるんです。台所中心の家っていうんですね。そうですね、健康を管理する場所としてもね、機能をちゃんと果たせるようなあったかいキッチンをね、作っていけたらいいなと思ってます。